トライブブレイザー先駆者たちが日本を変える、元ラグビー日本代表、そして東京 MK 取締役の林俊之です。本日はですね、日本フットボール界のまさにトライブブレイザー先駆者であられる、奥寺さんとお話をさせていただきたいと思います。奥寺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はラグビー、はい、奥寺さんはサッカーなんですけど、はい、まさに本当にフットボールの中からこう分かれたと言いますかね、はい、兄弟のようなスポーツだなと思って、うん、そのフットボールの中で本当にもう先駆者でいらっしゃる奥寺さんとお話しさせていただくことは非常に嬉しく思います。いや、こちらこそ、サッカーからそこからこうどうですか、日本のトップそして海外へ行くそのどうですかね、布石というかなんか、最初はもうボール蹴りだったり、もう先生にボールを教え、蹴り方を教えてもらったり、まあ、先生はすごく熱心な人で、自分もさっきやってましたから、もうスパイク脱いでここの面で蹴るんだ、ここで蹴るんだ、ここで蹴るんだって裸足で教えてくれるんですよ。で、僕らいつもできないトーキックで蹴って出しなかったんだけど、まあ、やっぱりこう何回かやっていくうちにだん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 こう最初は地面蹴ったりね、痛かった思いしたんだけど、でもそうやって蹴れるようになって初めていいシュートがドーンと入ったの記憶ありますよ。で、当然そういうところで活躍されて、じゃあ次高校っていう話なんですけど、そうだからもう、もう高校って言ったら、もう先生がどこの高校が、呼んでるぞと、特待で呼んでるからどうだって話になって、もう先生もそこ行けって言うんですよ。あ、もう息子が力入れてるから行けって言って、で、その中学から5人ぐらい行ったのかな、一緒に。あ、そうなんですか。まあ、本当フルカーに行かれたっていうのはものすごく大きいんじゃないですか。そこでこういろんな方がいるね、本当に日本の、トップというか、そういう時代を牽引するような方と一緒にサッカーやられて、そうですね。だからいい会社に入ったなと思うし、もちろん大先輩がそうそうたる人がいて、どんな方がいらっしゃるんですか、だからもうほとんどですよ、まあ長沼さんってね、会長もなられる方だし、平木さんもおられて、この人も代表のコーチとかいっぱいやって協会に勤めてましたし、あと、八重根さんって方もおられて、八重根さんも代表で中盤やってた人で、メキシコオリンピックも出てたし、でみんなこの人は出てるし、であと川淵さんがおられたし、あと宮本正和さんっておられたし、本当にそういう部分ではそうそうたる大先輩がおられて、でそれですからね、いっぱいこう回りましたけどね。だからまあ古川の会社もすごくアットホームな感じな、すごいこう、いい会社だったなって、みんながやはりこうサッカーに対してもそうだし、仕事に対してもそうだけど、よく協力してくれたり、また応援してくれたなっていう会社でしたよね。そしたらそのブラジルが一つ大きかったって話なんですけど、はい、そこで学んだのは何だったんですか。僕はやっぱりもう、もちろん足が速いっていうのも分かったし、あとは左足のキックもすごかったんですよ、はい、スピードがあってね、この2つが僕の特徴だったんですね。誰もまあ負けないっていう自信あったし、足んなかったのは技術なんですよ。ボールを止めたりドリブルしたり、こうね、ピッと止めたりする、そういう技術っていうのが、そんなにまあ普通したらうまいかもしれないけど、もうサッカーの選手たちの中ではあんまりうまくなかったんですよ。でブラジル人とね、やっぱりジーコもいて、まあ当時いたりしてもいなかったペレとかいてね、やっぱり技術うまさってすごいんですよね、でそれは学べるなと、ぜひ行きたいと言って行かせてもらったんですよ、2ヶ月間、たかが2ヶ月間、でもブラジル留学がなかったら今ないですもん、何もするわけじゃないんだよ、だって練習だって言ったらもう週のうちに月火水木金って練習するんだけど、月火水もうこれは全部フィジカル、ボール使わないんだよ、本当にボール使わないのよ。サーキットやったり、で2週間に1回かな、水曜日になると駐車場にバスが待ってるんですよ。なんかしらみんな乗り込んで行くぞって乗り込んでるんですよ。30メートルの時に山がこうやってダーッて山のアンテッペまで走れとかやって、
で競争ですよ、走れって言って、でもう終わったら休んで少し休んで、また帰ってくるっていう、そういう練習やったり、本当にねシュート練習一切ない、パス回しやらない、で木曜日だけが小悪試合、1軍と2軍ので2軍出してもらったんだけどね、もうそれだけだよ。で聞いたんですよ、なんでそんなねこうフィジカルばっかりやるのって言ったな、ここにいるね選手たちは自分で何か思ってるからプロになれてるんだと、ね、それをね出すためには土曜日の試合に万全なコンディションに臨むためにはこういう練習が大事なんだと、そのね練習、まあ例えばあの体力があって受けさえすればもう彼らみんな持ってるんだと、出せるんだと、だからメインでそれ今やってるんだって、でパス練習もう彼ら持ってる、もう遊んじゃうんだろうねってもね当時はね、だから本当にねそれでやってびっくりしましたよ。で良かったことはやっぱそのフィジカルやったことですごく僕は下半身も強くなって気がついたらね、であとは何かというと練習終わった後にあそこのスタジアムの下にあのロッカーあるんですよ、ロッカーの横にそうだなフットサルコートちょっと小さいぐらいの広場があるんですよ、そうすると若い連中がこう三角形のゴール立ちって3対3と4対4やるんですよ、この、こう三角形がこんなに入れるっていう、それに混ぜてもらったんですよ、やっぱうまいですこうやってね、それ見よう見やんでやったりとか、だからそういう中でもそういう技術、勉強練習したのかなって思ったりするんですよ、あとは僕がそのチームパルメイラスというチームなんだけど、そこに右サイドにめちゃくちゃ足が黒人の選手がいたんですよ、この人はそんな技術なんかでスペッとガーンと抜いていくタイプなんだけど、その人のプレー見たらわすげえと思って、僕も足速いし、あのボールのもらい方とか、ああいう曲げの作り方とかっていうのを見てて、でまあ見てああれかなとなんとなくそれをこう思ってて、で紅白試合でも自分真似してやりましたけどね、だそういうやっぱりああいうね高いレベルの人と一緒にやると引っ張ってあげてくれる、なるほど、もう同じレベルだって下だってどんどん下がっていく自分の状態、だからやっぱりレベル高い人と常に接すること、これは自分のまあ上達につながるなって思いましたね。そしたらそれでこうまたレベル上がってまた日本に帰って でそこからでも今度ヨーロッパへの道も広がってきたんですね。そうですよ、はい、帰ってきてもう古川の人たちと練習するじゃないですか、何この嘘さ、何これ誰でやってんのこれ、何え、あんなんでボール取られちゃうよ、えとかって変わるんですよ、本当にもうすっごいゆっくりやってる感じするし、もう僕の神経がそれ慣れてきちゃってて、だからもうボールビタビタ止まるし簡単に抜けできるし、すごくねこうまあもちろんスタッフたちもすげえお前変わったなって言われましたけど、でまたそれでまあ試合して結果出してでまた日本代表に選ばれたんですよ、それまでケアしたからこのブランクって2年間なかったからね、やっぱりあのブラジル留学が本当に自分のやっぱりサッカー人生を変えたなって、なるほど、ね、だからちょうど僕がいい時にドイツ行ったんですよ合宿遠征に、だからいい時にそういう人と出会えたし、いい時に僕のプレーを向こうに進めてもらえたし、ドイツ全日本のそう全日本の代表で行ったんですよ、でケルンに行かれてですよね、あのちょっとそのあのドイツ時代の話をいろいろお伺いしたいんですけど、あの行ってみてどうでしたですか、いやまずやっぱり言葉が言えないことがまあ片言の英語だって言えるんだけど、当時ドイツ人もあんまり英語を言う人少ないんですよね、だから食事するにしてもそうだし、もう最初はホテルに1ヶ月が住んだんだけど、でホテルで飯食ったり昼飯はあの外で食べたりで、毎朝8時から英会話じゃドイツ語の学校に行ってで終わってであの練習場に行って10時から練習したんだけど、
今もそうなんだけど、ドイツって僕は10月行ったんですよ、うん、シーズンもスタートしてるんだけど10月行ったんだけど、もう曇天ですよね。あもうね、しとしとした雨降るし、もう暗いし、朝もそうだな9時ぐらいまで薄暗い感じで、でいつもなんか雨降ったりとかするんですよ。で何もわかんないって、そういうせいだとすっごく寂しいんですよね。ストレスもたまるし、ね、でまあ繰り返すドイツ語学校行って、そして練習してまた学校行って、で午後あれば午後また練習行って、なければホテル帰ってっていう、それがずっと続いたんですよね。すごくね、やっぱりストレスたまりましたね、はい、うん、最初お一人で行かれたんですか、はい、一人で行って、でほら家とか用意しなきゃいけないから、そうですね、で、僕の同士の方と結婚されたあの奥様がおられて、その人がケルンの奥様がおられて、はい、ケルンの人が紹介してくれて、でこの人が全部そういう身の回りのそういう買い物とか、はい、あの家具とか、そういうのも全部こう行っていただいて、はい、でまあ準備整ったんだけどね。で試合も2週間後ぐらいかな、着いて、でアウェイのフランクフルトの試合だよっつって行った時に、その夜、うん、次の日試合の夜熱出しちゃって、うん、で試合で回避されたんですよね。出なくなっちゃって、で1週間後に、はい、今度また2週間後かな、はい、アウェイでデュースブルクという、ケルンからまあ40キロぐらいなのかな、そのチームと試合したのがデビュー戦ですね、はい、まあ 2-1 で、2-1 から勝ったのかな。あ、そうですか、うん、まあ、そのリーグの優勝もですけど、あのヨーロッパチャンピオンに、それは次の年だね、その次の年だけですか、うん、だから優勝したから、チャンピオンズカップって出る権利がもらえたんですよ、はい、で、78、79のシーズンでチャンピオンズカップのこう試合をヨーロッパであちこちでしたんですよ、はい、はいはいはい、うん、あの準決勝まで、そう準決勝まで行って、うん、僕はあのスタミナが出なかったんですよ。ああでアウェーでね、はい、うん、ノッティンガムのホームだったんだけど、アウェーで後半残りそうだな30分くらいかな、はい、20分くらいかなで出てって、あれもファーストタッチもらってパスして3タッチぐらいで入れたんじゃないかな、速攻で。あ、そうですか。クリアされたボールをボードにして、はい、でポーンとパスして、はい、でスラマーダーッと走っていって、はい、で右サイドの選手にボールが当たって、はい、でスラマーダーッと攻めていって、相手のディフェンダーがこう3人ぐらいいたんだけど、そこにあのセンタリングが来て、はい、クロスが来て、はい、低いボールで僕がこうセンターだからこうかわして、はい、でまた2タッチのシュートしたんですよ。もうなんかグランドとかスタジアムが揺れたらしいですね。もうそれはね、はい、相手のね、相手のホームだったんで意外とシーンとするんですよ。ああ、そうなんですか。っていう感じで、そんなすごいプレーなのに、そうね、そうそう、もう相手のだってだってみんなほとんどが、はい、まあ、だからケルンが来てる人何人かいましたよ、はい、そうわーって呼んでるんだけど、ほとんどまあ4万がやってたんだけどね、もう数百人ぐらいが蹴るんで、あとはもう向こうだから、はい、それがやっぱりね、あのゴール見て、はい、みんな、はい、シーンと、あ、そうなんですね、そうなんですよ、ホームアンドアウェーなんですね、全然違うんですよ、うん、だからそういうふうなね、こう、まあ我々はすごく嬉しかったし、さあ次だホームだとか言って、そんな感じでありましたよね、うん、いや、自分ら海外行ってですね、やっぱりそこで認めてもらうというのが大変だったんですけど、まあ、奥寺さん、まあ、本当にもうプロと初めてのあれで、ね、今みたいにあの海外近い時代じゃないですよね。本当になんかあんまり日本人がそう行かないような頃行って、そこでやっぱこうチームの中でポジションをつかむというのは大変なこともあったんじゃないかな。そうそう、もうね、ポジションはね、うん、だからもう決めてるんですよ、監督が。だからこのポジションを取ったんだって言うんだけど、そのために、はい、うん、ただ自分の感覚ではもうそんなの考える暇なくて、うん、で、まあ、試合出たらそのポジションで試合するんだけど、もう最初はなかなかボール回ってこないですよ。あ、はい、うん、信頼度が薄いから、はいはい、低いからね、だから
チャンスって走っても向こうボール行っちゃったりさ、してたんだけど、はい、やっぱりね、こう一生懸命やってんだけど、そのなんでこうどうやってプレーしていいかっていう、そういうことがまだ掴めてなかったようにですよ。はい、で1ヶ月経った後かな、うん、まあバイスバーに言われてちょっと話があるから来いって言われて、うん、でまあ通訳も来てくれて、で話した時に言われたんですよ、お前は何のためにここに来てるか分かるか、うんうん、いやもちろん上田選手としてでプレーすることに来てる、うん、お前知ってるかっていうわけ、うん、はっつった、うん、お前はやってないと、うん、お前の持ち味は何なんだって、うん、で自分は足速いし左のキックもすごいし、じゃあそれってやってるかと、うん、もっと自分のプレーを出しなさいと、パスばっかり全然やって、もう強引、まあ、強引に蹴ってるんだけど、その足の速さと左足をなんで生かさないんだと、うん、もっとそういうことを考えなさいと、うん、もしそれでねこうやらなかったらもうお前はいなくなっちゃうよここでって、うん、っていうふうに言ってくれたんですよ。まあ本当はね自分で組み合わせからいけないことかもしれないんだけど、うん、まあバイスバーも自分が呼んだこともあるかもしれないし、まあアマチュアからプロになって間もないっていうことかもしれないんだけど、そこは言われましたね、うん、まず自分だと、人じゃないんだと、お前がお前のプレーをしない限りは多分ダメだよって、うんうん、どうやってこのチームでお前のプレー生かすんだって考えれって、うん、あえる壊れじゃなくてそうして考えろといいんですよ。それがもうそれからですね、はい、ああそうかと、はい、でまあちょっとね強引なこともあったかもしれないけど、どうやって出したらいいかなっていうことを常にそういう練習から試合でも考えてやりましたね、はい、うん、でそこからだん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 こう信頼度も高まってきて、でパスも来るようになって、なるほど、でチャンスも作るようになったっていうのがありますね、はいはい、うん、まあまあでもそこをこうどうですかね、そのポジションを作り上げていく、はい、まあそれはね、悲しいして簡単に見るかもしれないけど、これは大変ですよ。だってそうでしょう、はい、まあ、私もね、あのイギリス行きまして、うん、まあ、あの同志社で本当に、まあ、本格的ラグビーやって、はい、同志社3年の時に全日本に選ばれて、うんうん、そこからまあ神戸セクもこれも縁ですよね、はい、縁があって、私もあの、まあ、ラグビー力入れてたその時の役員さんですけど、この人に出会ってね、もうすんごい情熱的な人で、うんうん、まあ、この人に惚れて入ったんですよ、はいはい、でまあなかなか勝てなかったですけど、7年がかりで日本一取りまして、うんうん、そこからまあ7連覇したんですけどね。でその方が実は海外と随分、まあオックスフォードから結構社員取ってたんですよ、オックスフォード大学の卒業生が。ああ、そうなんですか。何人か来て。それは外国人の方ですか。外国人もちろん、オックスフォードの、それはラグビーの選手じゃなくて、ラグビーの選手も含めてですね、で、あのちょうどレジ・クラークっていうのが私のちょっと前に来てて、1年だけ一緒にやったんですけど、はい、彼がまあまあいろんな意味で向こうのジェントルマンズクラブのチャーマンというか、そんなのもやったやつで、すごいじゃないですか、はい、でカレッジがね40ぐらいあるんですけど、その中のセント・キャサリンズ・カレッジって割と新しいカレッジの、あのドーマス・ヘローっていう、あの私役員さんにお会いして入ったこの方が、まあ、ラグビー強くしたんですけど、うん、これ社長になりまして、その当時社長になって、そしてそのオックスフォードのセント・キャサリン・カレッジの理事待遇だったんですよ、うんうんうん、はい、っていうことで、でいつか誰かをオックスフォードに留学させて、そのバーシティマッチっていうね、オックスフォード・ケンブリッジのこの対抗戦に出させたらどうだっていうような話が、これすごいね、あったんですよ、うん、でいつか誰かっていう時に、うん、まあ、ちょうど本当は優勝した後で、うん、僕大丸って呼ばれたんですけど、大丸行ってこいっつって、行かしちゃう、その場にブルー取ってこいよって言われて、うんうん、でこれでオックスフォード大学行きましたね。で、あのさっきのラグビーの歴史のこうちょっと続きがあるんですけど、そこであの、何でしょう、パブリックスクールでやったやつらオックスブリッジ行くんですよね。でも違うラグビー、フットボールやってたやつらが集まって、じゃあどんなフットボールやるかっていうんで、そのアソシエーションとラグビーフットボールに分かれていって、で、あの教育のために残ったのが、まあ、ラグビーフットボールで、でこう文武両道みたいな感じで、はい、勉強しながらラグビーやって、だからその中で、まあ、その1800年代多分ね、オックスブリッジの試合が世界で一番レベル高かったと思うんですよ。
でこれ最初のそんなにたくさん世界でやってました？やってなかったんでしょう、ね、だからもうそこにみんな集まってやるような世界で、最初のラグビーってね、あの 20人チームだったらしいんです。20対20でやって、そのバーシマッチの中でこう、あのラグビーや近代ラグビーがこうルール化されてきたような、そんな歴史を持ってですね、でそこ行って、まあ、あの勉強もして、で、あのブルートってこう言ってやれて、でそのブルーってブルーっていうのはボックスブリッジの代表同士で、その対抗戦に出たらブルーという称号もあるんですよ。でのそれはダークブルーなんですね、ケンブリッジはライトブルーなんですよ。で色がスクールカラーっていうか、はい、このカラーのジャケットがその正規メンバーに選ばれたらもらえるんですよ、うん、おお、そういうことですか、はい、だからまあ大変だったの、私も英語全然ダメだったというのと、あとポジション取るのが大変で、そりゃそうだって、逆にあれじゃない、お前ら何できるんだって感じなの、そうそう、何できるんかですよ。そうでしょ、でフィジカルで、私日本ではでかいから、うん、一番でかいやつがやるポジションやってたんですよ、うん、でも向こう行ったら同じポジションで2メーターがいるんですね、うん、はあ、だからフォワードの中で私ちっちゃいんですよ、日本じゃでかかったけど、はいはい、でこれでどこでポジション取ろうかっていうので、うん、本当にもうポジションを取るのが大変で、うん、でもう空いてたの一つしかなかった、プロップっていうね、一列でスクラムを組む、あんまり得意じゃない、やったことないところで、ここでなんとかポジション取らなきゃってやってて、そういう時に僕膝も悪くてね、向こう行ってその試合中膝パーンとこうなんか外れるっていうか、ロッキングしたり、こっちしゃべりだしてまだ長いんですけど、最初それすごいね、でもね、それでやったんね、はい、ロッキングしてね、これで試合前に練習してる時にもう足外れたと思って、でこれでね、もう俺足外れてったらもう絶対もう終わりやと思って、くーっと自分でやって5分ぐらいこうみんなどないしたどないしたいるじゃないですか、いやこれちょっとテープの巻き方悪いんだ言って、カーッとポコーッと戻りまして、よかったと思って、まあ、後でテーピング巻き直しない。結構無視やってるじゃないですか。え、それ無視やですよ、これ。無視やってますよ。本当やれやれ。これね、あの医者行って、イギリスの医者行ってね、うんうん、2時間ぐらい待たされたら、ドクターがこうやってやって、お前これね、ガラガラだもんね、こうやって言ったら。そうそうそう、お前ラグビーやめろって言われて、そうだよね、もうあっためて。いやいや、あっためて、普通そうだって。はい、だからあのね、そういう時期を経て、日本で実は優勝したんです。僕、膝が悪くて、ラグビーの人生ダメになりそうな時に、叱ってくれた人がいて、お前そのままやめたら失礼やぞ言われて、だからお前を教えてくれたその中学の先生、高校の先生、同志社大学の岡先生に失礼思わなかったって言われて、らしいな、だから僕その時ね、実を言うと一番練習したんですよ、うん、ラグビー人生の中で、ハワイでも徹底的に筋肉鍛えて、そうだね、もう前十字後十字内側行かれてましたから、でもね、それさ、うん、ブロックってこうやって嫌じゃない、スクラムで、はいはい、抜けちゃわない、こうやってカキって、いやだからこれ、向こうで何回かやってるんですよ、カキってねえ、ゆるゆるだからね、で、その時の我々で試合に出た時に、あのキャプテン途中でお前変われって言って、怪我したふりしてのけって言われて、うん、新しいロックもう一人遅れてきたからって言われてね、こんなの思いながら、でゴール前で相手のペナルティーですよ、これダブリンという大学です、アイルランドの、そいつがペナル、あのどうですか、ペナルティーからバーン突っ込んできた時に、俺が行くって、こっちアメリカフットボールやってたこんなでかいやつが、俺やー言うけど、俺やーってバッコーンってタックル入ったんですよ、そしたらもう見事に決まってね、僕も首がクーッなりましたけど、でその向こうのフックが倒れて、倒れてもこのままもう担架で運び出されて、そしたらもうあのバックスからね、キャプテンのやつとフルバックのやつがうわーって、大勢のやつですが走ってきて、クーッてやってくれて、まあまあ本当にそれでポジション取らないといけないから、でフィジカルですから、やっぱこうちっちゃいっていう、うん、そのハンディあるからね、これがハンディで、うん、そうだよね、もうそこしかないあれで、まあ取りましたね。いやでも多分すごい苦しさでますよ、それはね、はい、まあまあ、あの、はい、奥田さんよりはずいぶん時代が後でしたけど、はい、どうですか、海外はどうでした、海外のプレーっていうのは、やっぱり何でもそうだけど、まず今情報がいっぱいあるから、うん、すぐ、はい、あ、こんなもんだなっていう、うん、こう感覚を持っていくじゃないですか、はい、それはそれでいいと思いますよ、本番はもっと違うかもしれないけど、でもある程度情報を知っておくっていうのはすごく基本的には楽だと思います、うんうん、まあ僕らみたいにね、こう昔はそういうのもなかった、言ってる人も誰もいなかったんで、そこからするっていうのは
プラスすっごいそのエネルギーが必要なんだよね、うんうんうん、それもプロとしてサッカーをしなきゃいけない中でのいろんなことにならなきゃいけないっていうエネルギー、これはもう本当なんだろう、精神というかメンタル面が相当強くないとダメかなって思いましたね、今思えば。まあ僕はもう家族がいたっていう支えがもしかしたらあったかもしれない、でまあ うまくその県のね一員になって、また1年目でこう優勝できたことも非常にプラスになっていると思うんですよ。だからまあ本当 うまくはそれでいったらなって思いますよ、うん、だからまあ今ねこう若い人たちがねあんまりこう海外に行かないっていう話も聞いてるし、ただスポーツ界は行ってるんですよ。行ってましたね、うん、スポーツ界はやっぱり行ってるんですよ、なんでかというと、はい、やっぱりそうやってみんながいろんな人が海外行って結構結果を出してるじゃない、だから自分行けるやと思うんですよ。はい、そうですね、うん、記録ってそうじゃない、はい、これがなかなか超えない超えないって言っても誰かがポーンって日本人が超えたらさ、あ自分でやれるやっていう。本当ですよね、そう超えたらみんな超えますもんね。そうなんですよ、そういうもんなんですよ、だから今はそういう特に今言ったスポーツ界なんかは、僕スポーツ界しか知らないんだけど結構やっぱ行ってるんですよ、あっちこっち。まあもうまさにあれですね、その一番最初の、ね、まあそうですね、先駆者ですから、うん、だからまあ一般のね人でもやっぱりこう海外旅行じゃなくて、はい、まあね旅行じゃなくてなんかこう向こうに行って暮らす全然違いますよね、うん、旅行で行くのと。そう違う、本当にそこに住んで、そう、はい、そこに住んで初めて、はい、そこのことが分かる。そうですよね、うん、はい、だからやっぱり僕が言った時と同じように怖いんですよ、うん、まず言葉言えない、だから言葉を覚えようよっていう、うんうん、片言でもいいから覚えていこうよって、今だったら喋れる人多いと思うんだけど、もうそれでスタートできるんですよ、うん、あとはだからもう一つは何をするかなんですよ、そこを与えてあげればいいと思うんですよ、うん、こういうことしてこいとか、うん、こういうことをやるために行こうとか、そういうことをするとやることが分かるじゃん、明確にまず一つ、うん、そうするとそれに対してこう英語もそうだろうし、そうするとこう2ヶ月するとどん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 大きくなってくるんですよね。だからそういうそうポイントはそうかなと思いますね、はい、何のために何しに行くんだっていうことがはっきりしてれば、はいはい、それで多分広がっていくと思いますね、はい、うん、今のこう若者たちにねなんか言葉をちょっと送っていただくとしたら、うん、はい、外の世界見るっていうのは、すごく僕は大事かなって、自分がもう行った中で感じますね。やっぱり他のことを知るっていうことだし、あとこれね海外だけじゃないと思うんですよ、うん、そこの外って自分と違う世界もあるはずなんですよね、はい、それを知るっていうのは出会いから始まるんですよね。そうですね、うん、いろんな人に出会って話したり、はい、まあ今コロナ禍だから、はい、なかなかね顔つき合わせてとかね、はい、少なくなってて、そういう機会も減ってはきてると思うんですよ。これすごい残念なことなのね。学校だとそうだし、いろんな人と話して初めて人間形成もできるだろうし、はいはい、だからそれは大きく言うと、今度グローバルに言うとやっぱり世界って全く同じと思うんですよ、はい、うん、だからそこはもう本当にまあうん、まあ遊びに行くってこうやるけど、遊びじゃなくてある何かをこう探しに、自分がこうやりたいことを見に向こうでどうしてんのかなっていうことを思いつつ、うん、行ってみてもいいんじゃないかなって、はい、うん、別に最初はそんな長い期間でもなくてもいいけど、遊びじゃなくて、はい、なんかこう向こうはどういうことを考えてるの、どういうことを、例えばこのサッカーにおいてもそうだけど、どんな受け取り方してるんだろうな、若い人たちとかね、うん、どういう見方してるのかなとか、だから例えば僕はまあ今だいぶ違うかもしれないけど、もうサッカー僕がいた時はもうサッカーをやってもいいけど、まず勉強ちゃんとしなさいって言われるし、それから
ある程度こう高校生になるとドイツは行く方向が決まるんですよ。大学か、はいはい、職業か、ね、サッカーか、でサッカーやったりしてもじゃあ、大学行ったらほとんどサッカーできないんだけど、あの、職人とかなんかいう方はサッカーをしながらやって、はい、でサッカーができたらサッカーに行くし、ダメだったら高知籍をとか、うんはい、でサッカーやめてもやってきたことをまた自分で仕事をするとかって人いっぱいいたんですよ、うん、僕の仲間は、はいうん、だからやっぱりこうサッカーだけじゃないんですよ、うん、みんなサッカーサッカーと思っててもサッカーだけじゃないんですよ考えてることは、うんうん、だからこう2つよくね二頭も一頭も得ないって言うけど、いいんだよ、二つ三つ考えてて、うん。そういうことを今していかないと、うん、やっぱりこうダメになってくる、どうそっから始めてもね、うん、遅いと思うんですよね。だ準備って、ね、サッカー選手だって、一日、まあ、4時間だけですよ、一応高速的なのと。うん、あとの、ね、20時間というのは時間あるし、もちろん寝る時間も考えれば違うかもしれないけど、そこでね、やっぱり将来のことをどうするんだってことを準備しておく。必要はあるんじゃないかなと思いますね。そうするとじゃあ海外行ってみようかなとか、うん、どうなるんだろう。本当夢いっぱいあっていいと思うんですよね、うん、あれもやりたいしこれもやりたいし、でもこうなんか意識しないことはやっぱこう気づくっていうか、なんかこう人間ってこう非常にこう感じ方が能動的で、あのこう意識しないことは入ってきませんから、やっぱ夢持って初めてね、それに関することがこう出てきて、海外なんかでも行きたいなと思ったら、こういろんなものがこうまた見えてきたり、多分今刺激がないんだね。そう、まあ刺激がないというよりも、ある意味逆に言ったら豊かで恵まれてきたら、そういうのね、そういうのにないんですよきっと。こう別に湧き上がるようなこう葛藤というかね、その欲しいというかなんかそういうものですよね。そういうワクワクしたりドキドキしたりするね、こうまあ求める気持ちがちょっと弱くなってるんじゃないかなって気がして。ね、やっぱりそういうのがあって初めてこうどうですか、なんか目が輝くし、うん、はい、いやでもね、はい、日本でやったラグビーね、はい、ラグビーのねワールドカップ面白い、盛り上がりましたね、盛り上がるところで試合が面白い、はい、そうですか、うん、はい、少し倒れないし、すごく面白かった。お前あの横浜見たんだけど、うん、あれはどうだっけな、スコットランドじゃないな、見て、すごい面白かった、うん、で、そう、やっぱああいうの見ちゃうとね、ラグビーもいいなと思うね、見てて、見るもん、あれは見るもんだと思う、やるもんじゃない、やるもんじゃない、いやいや、そう、だからね、力入りますよね、で1年後ね、はい、また見れるんで、どうなん日本は。いや、頑張ってますよ、この間フランスとやって、まああの1本目何か抜けてましたけど、まあ勝つチャンスがあって負けましたけどね、うん、あのでも僅差の試合やって、ただこれぐらいあのその世界のトップチームとやれるような環境ってなかったです。昔本当にテストマッチなんてね、2回あるかないかぐらいで、はい、ワールドカップ始まって、今でもまあ10位ぐらいに入ってですね、日本の大会が成功したっていうのがものすごく大きくて、ヨーロッパのゲームだったんですよ、南半球とヨーロッパでやってたんですよ、ね、このアジアでやって、そうサッカーもそうだったんだから、ああ、はいはい、ワールドカップが、ね、初めてにアジア、あの、うん、そこ以外でやったんだから、ああなるほどね、もう2002年まではもう行ったり来たり、上がダーッてみんな越してたから下が、うん、だから50年、20年遅れてあれ、ね、だから帰ってくるんですよ、本当ですね、だから良かったんですよ、ラグビーも、ね、いやもうあれは良かったです、うん、ちょうどまああの本当あの、まあ、コロナ前だったっていうタイミングからしても良かった、あの活躍だ、それをつなげなきゃダメなんですね、ラグビーは。そうですね、あ今ジャパン結構まあいい調子なんで、このままで今度秋にオールブラックスとか来るんですよ。おおいいね、だからそれもさ来てくれるようになったし、来てくれるようになったんです、そのぐらいのトップと対戦が毎年何試合もできるような、そうしなかったらダメだもんね、絶対強くなる、さっきもやっぱり上で戦わないとさ、そうなんです、いくら下でやったってさ強くならないもんね、いや本当にだ、まあまあそこの強化と、あともう一つはそのねラグビー教育っていう名のもとの子供たちのあれやと、こっちのね二つ柱でいかなきゃなと思って、だからそれも、これは多分載せないと思うけど、うん、はい、もっとラグビー教育はしっかりしてないいやいや本当にねいろんなことがもうそれはだって女子ラグビー僕見てんだけど、はいはい、本当にそうそう TKM だね、 TKM ね、うん、はい、まあ見てるだけなんだけど、まあ、それがね育成もそうだけど、うん、やっぱりちゃんと携わってやるような、うん、こう持っていかないと、はい、もうここで頑張ってもね限度があるって、はい
フライに乗っけないよね。はい、まあでもね、はい、ワールドカップ、はい、日本サッカーは今年、ラグビーは来年、はい、はい、そうですね。もう盛り上がるじゃないですか。盛り上がりたいですね。うん、はい。はい。はい。も楽しみです。でした。はい。ありがとうございます。もう長々と。いや、本当に。はい、本当にありがとうございました。はい。わかりました。